ご機嫌いかがですか。 YouTube をご覧の皆さん、ありがとうございます。言論の自由を街頭で訴える長谷川隆です。言論の自由を街頭で訴える政治団体君の会、長谷川隆です。本日は後期2677年平成29年12月17日日曜日です。ここは東京新宿駅南口改札前です。ただいま午後4時15分少し前です。言論の自由と報道の公正を街頭で訴え続けております、長谷川隆です。言論の自由と報道の公正、公正なる報道を街頭で、ここ東京新宿駅南口改札前で訴え続けております、長谷川隆です。政治団体君の会、長谷川隆です。さて皆さん、ニュースでも一部ニュースでもご存知の方も多いかと思います。最近日本の安全保障について、国防上の安全保障、合わせて食料の安全保障について、私たち日本の政府の課題として大きく取り上げられております。そこにおいて日本の食料、この食料も安全保障という段階に入っています。もちろん国防のこともさることながら、私たちの日本の食料の自給率は極めて低く、そして一応ね、日本の畑、日本の国土で作っている食料はそこそこある。しかし残念ながらその肥料で、その元となるものについては海外から輸入しているという状態なんです。ですから実質の食料の自給率は極めて低い、ややもするとゼロとまではいかなくてもそれに近いものがある。そして日本の全国の農地は、お米の取れる畑は、田んぼは耕作されていないのです。そして農業に従事する、その従事者は60代を超え、またその人数もどんどん下がっております。もちろんね、農業の方法が変わりました。生産技術も上がりました。農業機械の技術も上がりました。自動化もかなり進んできました。しかしそれにしても農業人口の高齢化、そして自給率の低迷、これはもはや安全保障上の危機と言っても過言ではありません。その生産力の低さは先進国においては極めて危険な水域にあります。これについてはもちろん農業についてはね、どうしても他の工業と違いまして、工業製品と違ってどうしても政府なり大きく各国政府も力を入れてます。どうしてもね、保護政策に向かうざるを得ません。これはまたやむを得ない現実だと思います。この YouTube をご覧の全国の皆さん、地方においては特にそうだと思います。農業においてはね、やはり政府の国家のね、安全保障として補助金なり保護政策が必要と私は思います。そしてここで私が問題にしたいのは、それらの施策が不十分である。しかしその中でまた一つ問題なのは、この全国農業協同組合、
この農協のあり方そのものが問題になってます。これまでの利権を守ろうとしています。この農協が大きな問題になってるんです。新しい行動に起きてないんです。ことに昨年の参議院選挙の前においてはこの JA の行動が極めて問題です。 JA のビルの中で政治資金パーティーが参議院公示前1ヶ月前の連日のように開かれています。そしてそこで全国のね、支部 JA グループの中央や地方の団体からのね、皆さんを集めて政治資金を集めて、そして政治資金を集めてそれが政治行動を起こそうということでね、山田参議院議員、藤木参議院議員、いや私はこのね、彼ら2人を非難してるわけじゃない。この構造こそがこの農協の問題なんです。結果的に彼らによって農協が守られたわけでもなければ、農業が活性化、少しでも活性化しているわけでもなく、ただ単に農協のこれまでの利権を貪っているだけなんです。ここが問題なんですよ。農協が農家のためになってない、農業のためになってない、日本の安全保障のためになってないというのが現実なんです。そこで皆さん、この農協を私はね、解体しようと言ってるんじゃない、すぐ解体しようとか言ってるんじゃない。この問題についてきちっと対応しようとしてる、しようと言ってるんです。しかし残念ながら現在においてはね、農業人口が非常に少ない、だから選挙につながらない、選挙につながらないから地方議員の方もね、この農業の安全保障について関わろうとしないんですよ。その結果農業政策が一貫しない。もちろん私たちね、都市部に住んでる人たちにとっては食料の問題は危機であるってことは分かってる、大変だなってことは分かってる。でもしかしお店に行けばね、スーパーマーケットに行けば十分な食料がある。どうしても現実として問題として直面しきれないんですよ皆さん。この問題をね、どうやって政治の場に上げるかということが大変なの。政治の場に上げるにはどうしたらいいのか、やはり国民全体の世論を盛り上げなくちゃいけない。しかしここに来てね、どうしても私たち都市部に住んでる人たちにとっては何か遠いようなことなんですよね。この安全を、ね、北朝鮮問題と同じように目の前に直面している危機なんですが、ここが政治の中に現れてこない、反映されないんです。ここが問題なんですよね。ですから皆さん、どうしても安全保障上の問題、国防の問題はもちろん安全保障も大変です。それと合わせて食料の安全保障についてもどうか皆さん関心を持ってね、前向きに政治の場に持ち込みましょうよ。政治の場にね、持ち込もうと思います。どうか皆さんご協力お願いします。ありがとうございます。